写真拡大。全2枚。セリーグ、阪神3対1 DeNA、9回戦、4勝4敗1分、2日、甲子園3年目で掴んだ待望のプロ初勝利。だが、馬場は心底喜んではいなかった。0-1 の6回2死満塁。梶谷を145キロの直球で三者比に打ち取ったが、意図的にやっているのではないという派手な馬場ガッツは出なかったからだ。初勝利はできてよかったです。でも、こういうピッチングはしたくないんで、もっともっとレベルアップしていきたいです。初めての甲子園でのお立ち台。逆転打を放った大山と並んだが、反省の弁当、本当に自分でいいんですか?という表情が愚直な男らしかった。実際、矢野監督を、ファンをやきもきさせた。一子から倉本、大和に連続四球。平の犠打で日進に、三塁から、戸柱も歩かせて満塁。打席には先頭打者団を含む3安打の梶谷を迎えた。それでも四球3つ出したがストライクが入らない感じではなかった。周囲が思っている以上にマウンドでは冷静だった。直後の攻撃で逆転。6月27日の伊藤和に続き、矢野チルドレンにプロ初勝利が転がり込んできた。仙台大からドラフト1位で2018年に入団するも、過去2年の1軍登板は4試合。今季はこれで12試合。結果を残すたびに、ポジションも僅差の場面に変わってきた。3年目の飛躍について、僕はファーム歴が長いので、2軍でしっかりやってきたことがマウンドで継続してできているので、ハトと自己分析、どんな打者に対しても真っ向勝負するハートの強さを挙げた。そんな馬場の表情がお立ち台でほころんだのは、ウイニングボールはどうするのか、と突っ込まれた時だった。僕、新婚なので嫁さんに渡したいと思います。今年1月に結婚を発表した夫人、名前は非公開へのメッセージだ。食事もしっかり作っていただいているので、僕も頑張らないと。一番好きなのは、ネギ塩豚丼です。と表せた右腕は、最後に真顔でこう締めくくった。0に抑えているが、内容が良くない。次の登板は3人で切れるような投球をしたい。プロ野球人生の中で決して忘れない日でも、決して浮かれてはいなかった。三木健二。その時、馬場の初勝利を伝え聞いた母校、仙台大の森本義健、義高監督、45は、プロ野球の投手ですから、白星が手に入って、ほっとしているのかなと思います。陰ながら、よかったねという感じですねと喜んだ。年始に仙台大に訪れた際には、昨季にファーム優秀投手賞を受賞したことなどの報告を受けたという。少しずつステップアップしていく姿に、大学でもできないことを一個ずつクリアしていった。これからもしっかり頑張ってほしいと期待を込めた。